今日はあ、ボサボサだ。今日は誰に、ちょっと待って、ハメにしてる。今日は誰に恋をする公演でした。ちょっと待って、長いっちゃった。なんか、あ、あった。リンリンは笑顔になる、なるさん、ありがとうございます。今日は下目でツインしてみました。ちょっとブサブサだな。まあ公演の後だからこんなものか。喉は治りました。ドラマの撮影が始まった時はまだちょっと鼻声だったんだけど、撮影していくうちに良くなりました。治った。実は公演で、劇場公演で初めて下目ツインしました。低めのツイン。でもちょっと低めだとこう、ここの、まあ、今日の場合なんですけど、なんかスパンコールの衣装がスパンコールの生地とかだとなんか引っかかってボサボサになるっていうことに気がつきました。だからせっかく巻いたりしても、ここだけすごいストレートになっちゃった。そう、今日はスパンコールだからちょっとコロネにしてみました。もっちーさん、ありがとうございます。高めも、高めストレートが好きです。私ツインテールはすごい、初音ミクちゃんの影響が最近すごくてですね。あ、でもこれはコロネだ。かわいい、同じの髪型したい。で、AKB48 劇場の下のドンキで買ったミクちゃんのアクスターです。ペンライトカラーはピンクと赤です。ハーフツイン良かった？間違えた、ハーフアップ良かった。わかる。なんかもね、
ハーフアップいいなって思ったけど、ちょっとここの髪の毛が薄くてですね、ちょっとポニー系は控えようかな。ちょっとここら辺なんか私がやるとすごい目立ってしまう、ここの薄さが、それがちょっと気になってダメだった。みんなに見せびらかした、自撮りしたの。ハーフアップの時にここがすごい薄かったんだよね。でその時の写真を17期のみんなに見せたの。やばくないって、したらみんなに薄いねって言われた。薄いんだよ本当に、すいません。だからポニー系はたまにね、ちょっとたまにしますね。たけるさん、くま、ありがとうございます。まいしさん、なんだこれは、四角いの、ありがとうございます。明日は何にしようかな。でもね、23日に僕隊出るんですけど、その日の髪型はもう決めてるの。けど明日は決めてない。お楽しみにしててください。今の公演の情報って何日まで出てるんだっけ、メンバー。結構ね、来週もちょこちょこ出演しますので、あ、23まで出てる、まあ、来週もちょこちょこ出演しますので、ぜひ皆さんね、当たらなかったって方も応募してください。なんかなかなか当たらなかったって言ってる方すごいいらっしゃって、みんなに来てほしいな。明日公園行くね、待ってます。前髪が伸びて、今日はちょっと分けてみました。パツンにしたかったのに前髪が長すぎてできなかった。チョンヘリさん、四角いの。ありがとうございます。角砂糖かな、なんかショールームの背景がカフェみたいなあるから角砂糖かな。ノーさん、甘い、ありがとうございます。久しぶりに今日は誰に恋をする公演、ユニットもう一番緊張する、いつも。ヤマジンさん、ありがとうございます。甘い、退屈な表情で
何もなかったみたいに目さえ合わせないでガムを噛んでいたよ。いつもあ、そうだ、ちょっとお知らせしとこうかな。わかんない、まだ未確定なんだけど、23日って昼だけだよね、公演。日曜日。すいません、私が知らなくて。ですよね。日曜日、23日に、私のスケジュールがどっかで空いてたら、時間がドボンのお礼配信しようと思ってて、ごめんなさい本当に遅くなって。もうやろうと思ってたら声おかしくなって、ちょうどやりたかった時期にやっと治ったから23日に一回やろうと思います。なんかでも順番じゃなくて、今日は10位の方、9位の方、3位の方歌いますみたいな感じでツイートしますね。すいません、私のその何歌えるそのあれがあるんで歌える曲からでお願いします。またツイートします。22日にスケジュールが分かるから23のします。あと部屋が取れたら、カラオケルームが取れ、カラオケするとこ取れたらします。そう、例のカラオケ配信17位、16位、あー何位の方からだっけ、でも数十名の方いらっしゃるからドボンライブの時のお礼配信です。長らくお待たせしました。お心あたりのある方はぜひ見に来てください。でも普通にそうじゃない方もカラオケするので見てほしい。じゃーん、ブラックポチタです。嬉しい、これ欲しかったんだよね。なんとユニバとチェーンソーマンコラボするんですよね。でもずっとコラボすると思ってた。やっと来たかって感じですよ。これ嬉しい、ブラックポチタ。かばっちいです。今日のお供です。落ちた、これユニバ持ってこうユニバに連れてくね。あ、でもちょっとでかいかも。しゅんごさんありがとうございます。もうね、友達誘いました、これ行こうって。ヤマジンさんありがとうございます。似てる髪色の話でしょ。なんかハロウィンで コラボしてるんですよね。わー、コーチー嬉しい。何回いけるかな。でも本当に
嬉しいんだよね。もうこれ嬉しいしか言えなくて困るんだけど、ユニバって結構そのコラボした時とかなんか限定のカチューシャ出るんですよ。この前だったりしたらヒロアカとコラボしてて、ヒロアカのこのカチューシャ出てたりしてるから、え、絶対チェンソーマンのカチューシャ欲しすぎるって思って、あーデンジ君の欲しいな。え、でも全部欲しい。でも全部つけたいから、もし3種類出たら3回行かないとダメだよね。だって3個つけたいから3個つけたいから3回行かなきゃいけない。でも夏じゃなくて本当に助かってる。だって夏のユニバって、夏、まあ夏のユニバに限らんけど、夏暑いから秋で助かる。プリンさん、クマありがとうございます。え、東京グルにこんなので あるよね。なんだ、ちょっと忘れちゃったんだけど、切られた。やっぱりバンになるかな、危ない。今のは危険だ。あ、そうだ、この前、あ、まきちゃん、くまありがとうございます。この前ドラマ撮影の時にガチャガチャを見つけて引いた。これ可愛くない？友達っていうガチャ引きました。かわいい、なんかモフモフしてる。真っ黒だ。ガチャガチャちょっと引きに行きたい。あれ、もうさ、もうそろそろ放送されるんだよね。あと6日後だ。うん、じゃあ明日楽しみにしててほしい。とあるのが出ますので、実況配信、うん、音流せないから。昨日の釣りまくってた。え、 AKB48 最近聞いた？私映ってた？あ、でもなんかあれ、ドラマの取材、取材じゃないの、ドラマのやつが映ったんだよね。私見てないや。波動か、波動か。なあ、波動かい。今と声全然違いそう。
あの日でも割とそんなガラガラじゃなかったか。あの次の日ぐらいがすっごいガラガラになっちゃったんだよね。あの前日、もの前日がガラガラで、あれがあの日はちょっとマシになったのか。そう、咳が止まらなくなるの。波動の時すごい咳が止まらなくなって申し訳なかったです。咳しすぎるの結構辛いんですよ。しんどいんですよ。こうでも最近ね、ちょうどあそこで一気にかね体調悪くなっちゃったってなって、今は結構皆さん復活してきてる、ちょっとずつって感じだからね。流行っちゃった。そう、長かったんだよね、かかってる期間が。そう、やっとこの間のただれんから声が治って出れました。ちゃんの声かわいい。ほんと嬉しい。僕といつぶり、僕といピンチヒッターぶりですね。でもピンチヒッターだったけど、私もなんか声おかしかった。でも声は咳が止まらなくなっちゃうから不安だった。嬉しい。で、私の声ってなんか結構なんだろう、歌唱バラード系の歌う感じの声じゃないじゃないですか。だから日暮らしの声とか本当に不安なんですよ、いつも。そもそもの声質が向いてないんじゃないかなって思ったりして不安です。難しいし、地下鉄のテリーボーイとかは声質的にもまあなんかわかるじゃん。日暮らしめっちゃ良かった。嬉しいんだけど。声の雰囲気歌によって違うな。あー確かに違うかな確かにとか言って。でもテリーボーイはなんか可愛い系で歌っちゃう。なんだったっけ、最初に歌うとこ。最初じゃないから出てこない。第一なんじゃないの。あ、その瞬間だ。その瞬間少しだけ急に前が空いたの。僕対神手と下手。難しいな。でもどっちの花道も行けますよ。ね、もう本当にごめんなさい。亀手と下手ってかきねって聞かれてるのにこういうの申し訳ないんですけど、真ん中がおすすめです
ごめんなさい。どっちがというと真ん中がおすすめだったりします。でもそうだね、分からん。どっちだろう、下手かな。でも好きな曲によるんじゃない。なんかどの曲は絶対近くで見たいみたいな曲があったら教えてください。どっちにいるか教えます。ちなみにメラメラ燃える下心なんだっけ。そんなこんなわけでは上手の花道で夕日が下手です。一回ずついく。昼だけ何時だろう。ビンゴは下手です。なんか下手っていうよりかは柱、柱の前みたいな柱にいます。でも2サビとかは全然真ん中にいますね。下手寄りの 1.5 とか言って 1.5 って言って、これ皆さんに伝わるのかな。見えてるの。結構私はそのタダレンとかでも下手が多いんですけど、多分下手って言っても柱の横とかに行ってしまうと多分見えないです、私のこと。私結構柱前多い気がする。タダレンだから多分見えてないんじゃない、柱前だと。もう本当に下々手に行かないと見えにくいかも下々手、下手の最下手。ヤマジンさんありがとうございます。ね、だからその真ん中の下手に行くといいかもね。柱ちゃんがいるから。センブロっていうの。あ、皆さん忍耐見ました。忍耐知ってる。任天堂ダイレクト、いっぱい新作のゲームが発表されてた。すごい気になるゲーム3個くらいあった。任天堂のゲームサンリオのやつ、
そう、なんか動物の森のサンリオバージョンが発売されるらしいの。あれやりたい。最近スプラトゥーンにハマってます。ハマ再熱です。割と上手になったかも。むしさんありがとうございます。ごめん先生、ありがとうございます。あとすごいね、行きたいとこあるんだけどもう終わっちゃおうかな。なんか横浜ロフトで初音ミクちゃんとなんかお化け屋敷がコラボしてるのかな、まあ、行きたいんだけど行く人いないし、一人でお化け屋敷行けないし、ちょっとぼっちには難関の問題でした。すごい私の好きな曲なんです。それでも一人でお化け屋敷はちょっと。あとファミリーマートとサンリオと初音ミクちゃんコラボはさすがに欲しい、買いたい。かわいすぎる。アクスタ絶対欲しいんだけど。これどこで買えるの？ファミマ行ったら絶対売ってるのかな。高校の友達はいないです。こっちにはあっちにいますあっちってどっちだよね。関西にいますね。行きたい、すごく。コラボメニューとかある。おばけん、おばけんって知ってますか？住宅街にお化け屋敷があるらしい。でも私すごいお化け屋敷苦手なんですけど行きたいです。けど一人じゃ行けない、怖い。いやでも私めなんかお化け屋敷ってもういい楽しみ方ができなくて、なんか友達と腕組んでこうやっていくんですよ。もう見たら終わるものだと思ってるから。貞子全員お化けって貞子だと思ってるから、もう見たら終わるんだって思って見れない、お化けのこと。埼玉さんありがとうございます。マジ怖い。マジ怖いよ。しおりさん、くもありがとうございます。でもすごい秋の楽しみ増えて嬉しいです。もうユニバに住もうかな。チェンソーマンとコラボしてるうちは
ユニバユニバ行く、エリコも誘ってみよう、一人でも行こうかな、一人でも、え、でも一回行ってみたいかも、一人でテーマパーク、ひたえりちゃん守りたいこの笑顔、はい、ありがとう。でもなんだろう、せっかくなら動画撮りたいせっかくなら動画、ね、こういうさカメラあるじゃん、こうやって持つカメラ、これ借りたいよね。でも載せるとこ、まあ、いい件で載せてもらえる。せっかくね一人で行くならさ、絶対皆さん見たいでしょ、私が一人でユニバ行ってるとこ、ちょっとだって面白すぎるじゃん、私が一人でユニバ行ってるの。でもアトラクション無理かも、一人でちょっと恥ずかしい、一人で叫べないもん。私結構絶叫系の時はわーわーってなんか結構、別に怖くはないんだけど声めっちゃ出すタイプだからちょっと恥ずかしいかも。でも一度はやってみたいことリストですに入ってます。嬉しいなぁ、ほんと嬉しい。最高すぎる。だって最近チェーンソーマンのイベントなかったからさ、イベントって言っていいのかわかんないけど、本当に嬉しい。なんか昔の写真フォルダ、写真とか見てチェーンソーマンのなんか結構私言ってたんだけど、その写真とか見て早くイベント行きたいってなってる早くなんかコラボカフェとかしてくれないって思ってる。だあ、でも映画化したらもう私が追えないほど多分コラボはしてくれると思ってるんで期待大ですよ。コラボだらけになっちゃうね。ああとあれだ、新曲なんだっけ、恋積んじゃった発表されたね。恋積んじゃったどんな曲か、え、合ってるよね、楽しみ。でも知ってるんだけど楽しみにしておいてください。恋積んじゃった、なんか言いたくなるね、恋積んじゃったってめっちゃ言いたくなる。
積んじゃった積んじゃったのイントネーション違う？え？恋積んじゃった違うでしょ。これは積んじゃった。え？イントネーション違う？恋積んじゃった？え？積んじゃった？そうなの？知らなかったんだけど積んじゃったなんだ。まだねカップリングとか情報何も発表されてないけど楽しみに しておいてください。楽しみ楽しみ楽しみ。次のオンライン話し会までになんか話したらいいな。みんなと そのカップリング何があるかも発表されてないでしょ。ワク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 です。早く皆さんにお伝えしたいことが。あるし、もう あとドラマ？私いつから出るんだろう。毎週火曜。でも結構早い段階、3話4話くらいで出てくるはずだから、それまで待っててね。もかも初回録画しとこ。しおりちゃんありがとうございます。くま、そうだ、最近私はっていうかみんななんだけど、ツアーのレッスンとかね、始めたりしてますので、ツアーも楽しみましょう。楽しみましょうね。ツアーに公園行くよ。わー、宮城楽しもう。髪切りたい、切ろうかなってリバースで皆さんに言ったんだけど、なんかロング派だった。皆さん意外と知らなかった、皆さんがロング派なんて。でも髪切ろうかなってボブとかそういうわけじゃなくて、まあここぐらい短いか。でもさ、大丈夫か、うちの毛傷んでるかな。え、傷んでる気がする。でもいつも ちょっとこれは似合わないな。傷んでるように見えない？本当？もうこれのストレートバージョンやりたいの。ちょっと巻いちゃってるからもうダメだ。え、ロング派なの？知らなかった。このねつい長めがいいんだ。
木体前に行こうかなって思ってたりしたんだけどでもとりあえず毛先だけちょっと切ってもらうね。で気になったらツアー前に行こう。やっぱ私結構個人的にストレートツインが好きなんだよね。だから髪の毛はサラサラでいたい。いい匂いいい匂いだ。もう最近さ、何傷んでるのか湿気なのか、もう髪の毛がパヤ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 してくれるのよ。こやつはパヤ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 するから、本当に髪下ろしてるともうダメなんだ。本当にやめてほしい。もう梅雨だから。でも多分もうダメなんだよな。これは困る。パヤパヤするよね。悲しい。だからまとめ髪にしない。まとめ髪にしてもパヤパヤしてるんだけどね、ダメだ。あと最近ここの毛が伸びたので、ちょっともう汗で巻き取れちゃったんだけど、なんか巻いてます。横の毛が伸びた。いい感じ。自分で巻いてるんだけど、ちょっと汗で巻き取れちゃう。もうこれは汗かきの宿命。触覚でアンテナ感ある。え？変？変ってこと？じゃん。じゃあやめようかな。もうちょっとうまく巻けたら良きですね。もうじゃあ12時になる。あ、ライブランキングがあるじゃない。間に合うかな。ぜひ急ぎでいます。13位ごめん先生ありがとうございます。12位埼玉さんありがとうございます。11位のさんありがとうございます。10位ジップさんありがとうございます。9位フチトさんありがとうございます。8位キタヤリちゃんありがとうございます。7位しおりちゃんありがとうございます。6位うさこちゃんありがとうございます。5位まきちゃんありがとうございます。4位りんりんは笑顔になるなるさんありがとうございます。3位しゅんこさんありがとうございます。2位ましさんありがとうございます。1位やまじんさんありがとうございます。似合った。みんなおやすみ。また明日の公演で会いましょう。バイバイ。明日はちょっと夜遅くなるので配信できないです。バイバイ。またね。バイバイ。間に合った。